と今日は昼飲みしてきたんで、ちょっとまた遅くなっちゃったんで、今から3時半ですけど、昼来ます。これですね。日清本麺ってやつですね。これ前から気になってたんで、冷凍麺なんですけど、これを食べていこうかなと思います。できました。これ日清本麺ですね。冷凍の、ラーメンを作ってみました。こんな感じで。ちょっと昼飲みしてきたんですけど、これから食べていこうかなと思います。今日はこの麦とホップの、華やぎの香りですかね。これいってみます。うまい。じゃあこのね、日清本麺ね、いってみますよ。冷凍の。普通の醤油ですね。うまいです。ああ。あっさり醤油。どうなんだろうな。こってり醤油なんかな。麺めちゃくちゃうまいですね。スープ薄めすぎたかわかんないですね。そのまんまのスープを入れたんですけど、だし入れた方がいいかもしれないですね。なんかちょっと美味しいんですけど、コクが足りないから。入ってるチャーシューはめちゃくちゃうまいですよ。麺はめちゃくちゃうまいですね。煮卵作ったやついってみますよ。ああ、手作りの煮卵は相変わらずうまいですね。じゃあ最後にいきます。これもうちょっと次、完成度高くできる気がしますね。美味しいです。今日はちょっと曇ってますけどね、午前中晴れてたなと思ったら途中から曇りましたけど、昼飲みしてきてね、ちょっとね、帰るのも、まあちょっと夕方になっちゃったんで、あんまりできないんですけど、週末はね、明日から週末です。週末は、ぼーっと家にいようかと思うんで、いろいろとやれればいいかなと思うんですけどね。これは、佐藤健くんの2、志尊淳さんのお母さんがハマってるらしいですよ。俳優の志尊淳が、ツイッターを更新。母と長電話をしたことを話したらそうです。子孫は母と1時間を超える電話をしたと投稿。なんかお母さんとめちゃくちゃ仲いいんですよね、確かね。長電話の感覚もなく、いつからか友達みたいな関係になってた。1週間空いただけで久しぶりすぎって俺のことが大好きだなと思ってと、母との親密な関係を綴って。最近の人たちってね、親との関係って友達みたいですよね。僕らの世代からすると、やっぱ親と友達ってあんま考えられないですよね。まあ親はもう、親は親みたいな存在ですからね。やっぱこう、いい年になっても親は未だに親ですよね。また、電話の最後に母からこいつにハマってる。こいつずですよ。こいつずに志尊淳さんのお母さんがハマってんですって。で、たけるくんにハマった後。で、バイバイと。俳優の佐藤健が出演した恋は続くよどこまでもにハマっていると言われたといい、感慨深くて損したわ、とツッコミを入れる微笑ましい君を見せた。志尊淳くんって、あれしませんでした。一番最初にの健くんの謎解きのに出てませんでしたっけ、志尊淳くんってね。なんか出てた気が僕はします。以前17歳の時に家族とのすれ違いから住民票を移し1年間の家出をしたことがある。なんかそれ聞いたことあるな。自分からは連絡も取らない決意で家を出たと明かしている子孫。しかし、そういった経験を経て今では母と2人でお出かけをするなどし、その仲良しぶりが話題となっており、今回のエピソードも素敵な親子を心温まる。楽しそうなのが伝わるなど多くのコメントが寄せられている。親子関係の間に佐藤健くんが一役買ってるっていうんですか？こいつにハマってる。それはモネちゃんもなのかもわかんないけど、まあでも、ね、お母さんといえどやっぱ女性ですからね。男性にキュンキュン来るんであれば、健くんにキュンキュン来てるんでしょうね、と思いますけどね。まあすごいじゃないですか。志尊淳くんのお母さんまで虜にさせる佐藤健くんは本当にすごいなと思いますよ。僕のその
視聴者の方がね、たけるくんの話を昨日ガーシーが生配信でやってて、まあ、昨日のガーシーの生配信、僕途中までチラッと聞いたんですけど、長くてちょっとやめたんですけど、まあ、後でまあ見りゃいいやと思って、ね、マッケンのことに関してね、ダラダラもう完全に詐欺師だなと思ったんですけど、まあ、その話は後でしますけど、なんかたけるくんの話もしたんでしょ、なんかちょっと風俗の話みたいな。女性セブン、これにガーシーが特集されてるっていうか、まあ、芸能界の暴露とかペテンの履歴書っていうのがあるんですよ。面白さ買ったんですよ。まあ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 、すごいですよ。まあ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 、本当にやばい人だなと思うんだけど、よくみんなそこに騙されてんなと思ってるんですけど、これ一つの僕は事件だと思うんですが、まあ僕はガーシーが言ってることは何一つ信用できないと思ってます。彼が発することは全て嘘だと思ってるんで、だから、たけるくんがのことをね、いろいろ言ってた僕は嘘だと思ってますよ。はっきり言って。まあ、こうやって話はしますけど、動画でね、話はしますけど、心の底では僕は嘘だと思ってます。まあ、たとえなんかあったとしても、まあいいじゃんと思います。ガーシーが言ってることはそんな気にしなくていいと思いますよ。だって、とね、めちゃくちゃな詐欺師だなと思いましたね。うん。なので、ちょっと後でその話はします。よいよい。